バックストリートボーイズ TV プレゼンツニック&アーロンスペシャル。生物細胞の単独来日を果たしたニック・カーターの滞在168時間を追ったニック・カーター・イン・ジャパン、そして彼の弟アーロンをピックアップしたカーター兄弟のスペシャルプログラムをお届けします。ニックからあなたへのスペシャルプレゼントもありますから、お楽しみにね。それではバックストリートボーイズ TV プレゼンツニック&アーロンスペシャルスタート。You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. 9月5日、成田空港午後3時、ついにニックがやってきた。バギースタイルのジーンズに T シャツ、ケースリーツの白のスニーカー、頭にはでっかいヘッドホン、決まってる。ファンにもみくちゃにされつつも、ニックはサインに応えたり、車を追いかけてくるファンに向かって愛してますを連発していました。このままホテルに直行すると思いきや、前から行きたかったという秋葉原へ直行。こうして168時間に及ぶニック・カーター・イン・ジャパンがスタートしました。3日目、お昼から東京丸の内でラジオの生放送に出演。サテライトスタジオの外にいるファンに手を振りながらハイテンションで番組を楽しんでいました。その後ニックはリリースパーティーが開かれるお台場へ向かいました。ニックはリハーサルからテンションが高く元気いっぱい。向かい側のビルにいるファンにも笑顔で手を振っていました。本当に元気。来日中のニックを追いかけて、今私はお台場、東京お台場にありますアクアシティに来ているんですけれども、
もそうです、ニックのソロアルバムのリリース記念ということでいろんなイベント各地で行われているんですが、この後このアクアシティの屋上でイベントがあるということで、実はですねもうすでにファンがたくさん集まってきているんです。ファンの模様をですねアシスタントレポーターのレイナちゃんにレポートしてもらいたいと思います。レイナちゃん、そっちはどうなってるの？はい、こちらレイナです。今私は会場に来ています。ちょっとこれから頑張ってファンの人たちにインタビューしてみたいと思います。めちゃくちゃ好きですよ、バックストリートボーズは。もう中でもニックはもう大好き。ニックに、アピール、メッセージでもいいので言ってくれますか？ I'm really mad about you, Nick. Please remember that we the fans support you and love you forever. Nick Hattery! Okay, entry number two!リサ・スティックマイヤーさんもゲストとして登場。どうぞ大きな拍手でお迎えください。リサ・スティックマイヤーさんです。こんにちは。いやいやいや、すごい、ごめんね、ニックじゃなくて。そして見事リサさんと会場の皆さんの心をつかんだのは2番の忍者和恵さんです。Yeah, if you ever come back down, I said, oh!
ライブはどうでしたか？いやもう最高でした。なんかもう、はい、もう素敵でした。かっこよかったです。いや大興奮のイベントでしたね。もうね、ニック自身がそのイベントを楽しんでいるというのがファンの私たちにひしひしと伝わってきましたし、さらにライブも盛り上がった上にですね、ニックにぜひとも見てもらいたいというそんなこう心のこもったとても派手な衣装の皆さんもたくさん集まってきて、中でもね、あのヘルプミーをイメージしてますから、こうミイラのようにね、体中に包帯を巻いた、そんな、衣装を着てくれたファンの皆さんともちょっとお話ができたんですけれども、本当に最高でした。さらにニックはファンに本当に優しいですよね。いやー、なんかもううっとりという感じなんですが、さあ CM の後はさらにそのニックの魅力に迫ってみたいと思います。お楽しみに。